いよいよ温泉に入ります。でですね、昨日ブダペストカードを手に入れましたので、なんと数ある温泉の中でこのブダ川にあるルカーチ温泉、これカードでタダで入れます。ちなみにですね、こっちの温泉かなり豪華な感じなんですけど、まあそれなりにね、結構お金もするんですよ。1500円とか2000円ぐらい入浴料かかるので、もう毎日もう1日2回ぐらい入りたいんですけど、まあそれなりにお金は出ますよね。ところがこのルカーチ温泉はタダですから、はい、これはねかなり楽しみ。ここら辺近くなんじゃないかな。このルカーチ温泉はかなり効能が高くて、病院と、併設されていて、療養のためにも用いられているということで、かなり歴史もあり効能も高い、そんなルカーチ温泉に入ってみたいと思います。このルカーチ温泉は帽子がないと、水泳帽ですね、水泳パンツとこの水泳帽がないと入れないということで、すぐ近くで売ってました。いくらかな、500円ですね。はい、なんかね水球の帽子みたいですけど、とりあえず用意していよいよ入りますよ。どこから入るんだろうな。基本も英語じゃないんで一文字もわかんないですね、意味が。ついにたどり着きました、ルカーチ温泉です。もうねワクワクが止まりません。もうとにかく癒されようと思います。テルマエというか、まあプールですね。まあ普通に帽子かぶってない人もいますね。帽子買わなくてよかったんかな。まあね、あるに越したことはないでしょう。さて早速入っていこうと思いますが、3つぐらい種類あるのかな。どれから行こうかな。ちょっとね、水泳をしたいというよりは温泉入浴したいんで、ちょっとのんびりできるところがいいな。どこだろう。いや、ついにたどり着いた。40度の適温ですね。暑すぎず、ぬるすぎず。ちょっとね、ほのかに硫黄の卵っぽい匂いがしますね。これは素晴らしい。いや、ヨーロッパに来て初めてかな、ちゃんとした天然温泉に入ったの。そして36度の浴槽、そしてミストサウナまであります。
ジャグジーじゃなくて水風呂でした。はい、それではそれでは露天に行きましょう。ただ日本と違ってね、めちゃくちゃあったかいわけじゃないんで、ご覧ください、足つぼゾーン、あ、冷てい、これは完全な水ですね。があっていいかも。もちろん硫黄の匂いがしないんで、源泉はやっぱり屋内のあの場所だと思うんですけど、開放感が。いよいよブダペストで一番来たかった場所の一つ、セーチェニ温泉にやってまいりました。ブダペストカードで 20% オフになります。それでは早速行きましょう。さあ、来た来た、いよいよ。素晴らしい、テルマエの楽園や、すごいな。感覚的にはプールみたいな感じですけどね、これが温泉なんですね。いやでも実際に私ルカーチェの温泉に入って、結構長く患ってた、なんていうんですか、足の筋の痛み、疲労から来てた筋肉痛がなんかなくなったんですよね。まあ、ルカーチェは結構本当に温泉の硫黄の匂いが強かったんで、成分が濃かったんでしょうけど、ここはですね、別に温泉の匂いとかしないですね。まあ、平日ということもあって、人もそこまで多くないんじゃないかなという印象ですね。はい、わー
まあ、日本では温泉で泳ぐっていう概念ないですけど、まあ効能のある温泉でのびのびと体を動かしてリラックスする、これはねいいかもしれませんね。温泉先進国日本人である私もこれはもう満足です。あの2つあるうちの1つ、こちらの方はですね、あの水温が高い、こっちはね本当温泉って感じしますね。もう1個の方はちょっとプールみたいな感じですね。いやーこれはすごいわ。結構私の胸ぐらいまであるので、1メートルどんぐらいだろうな、20センチぐらいあるんでしょうね。結構深いですし、しっかりと肩までお湯に浸かることができますね。これはいい。思った以上にあったかくて、もうちゃんと温泉。これはすごいわ。これだけ大きい規模で歴史がある、ローマ風のテルマエっていうんですか、もう規模はさっきも言いましたけどプールの規模で完全な天然温泉ですから、これ2000円以上払っても全然価値ありますね。だ今がちょうど9月の頭でまだ夏場なんで、この暖かさちょうどいいです、ぬるさがちょうどいいですけど、これが冬になったら、まあ、それなりに寒いでしょうね。いやでもこれはいいわ。これ本当に体ちょっと筋肉の痛みとか、あの疲労とか、ただ浸かるだけじゃなくて運動もできるんで、これはいいですね。Hello. Hello to Tokyo. Nice to meet you. あの水着っていうのもありますし、あとはやっぱりまあ有名な場所なんで、まあ、カメラ撮ってもそんなに嫌がる人がいないところかね、ちょっと入ってきたりとか関心持ってくれる人がいて寛容なんで嬉しいですね。ここはいいわ。これは素晴らしい。これは最高。いや温泉、数多くの温泉に入ってきましたけどね、これは類を見ない、素晴らしい。これがルカーシェ温泉です。なんだべ、なんだべよ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 、いや、シーオッケー、オケー、さあ、これがルカーシェ温泉です。温泉好きです。これ使ってるだけでもいいですけども、こう適度に歩いたりとかちょっと泳いだりとかして体をほぐすとなおいいでしょうね。